大輝大丈夫か、俺大輝大輝、あ、ちょっと待って、これのののちゃんやばいな。飲み終わっちゃった。ののの、次のオーダー聞くよ。これ頼んだ瞬間すぐ会話しよう。じゃあのののがユウのために、俺のためにかい、のののちゃん。え、俺のために頼んでくれるって言うんか。はい、これ美味しいんだ、ね、ドリームカクテルライトやな。あ、ありがてえ、ありがてえけど、ちょっとそのもう会話するしかない。ねえねえ、今は あれ、この回なんかあのぬぬちゃんと会話してると、あの生殖活動ってワードが出てきすぎてさ、この会話したっけ、したしてないっけっていうのが分かんなくなるよな。プラケフゲ、まあ、またいきなり、いやもちろんあるに決まってるよ。そう、それあるよ、もちろん。これ会話した気がするね。実はのののなんとなく匂いで興味あるの。いやマジどんだけエロいんだよお前、それ、その発言どんだけエロいと思ってんだお前。匂いって何、生殖活動に興味ある人の匂いってどんな、なんかね、あー話したね、これ未来にある飲むかまぼこに薄い蜂蜜を絡めたような匂い、生臭いってことでしょっていう。うん、でもここでの美味しそう、めちゃくちゃ意味深。この時代に来て匂う男の人がいるってのに気づいたんだ。そうなんだな、ののちゃんの好みの人なんだな、それがな。お店のみんなは匂いがわからないみたいで、のののだけ敏感みたい。敏感なんだ、ののちゃん敏感なんだね。でも、のののはこの匂い好きなんだよ。生殖活動に興味ありそうな匂いね。なるほどな、今たちよくわからないこういう子だな。終わりか。あ、もうこんな時間だ、そろそろ帰らないと。あ、もう帰っちゃう？かわいい、うん、分かったよね、かわいい、かわいい、かわいい、明日、明後日空いてないの、ののちゃん、クリスマスだよ、ののの、かわいよ、ここに来るといつもいい気分になれる。あ、俺もいい気分だよ、ののちゃん。ほらほら、飲みすぎちゃダメだよ、結構強いお酒もあるみたいだからね。そうだろう、だから結婚しようぜ、ののちゃん。あはは、今だってののちゃん的には褒め言葉なのはわかるんだけどね。うん、そうだよ、褒め言葉だよ。じゃあ、そんな言うの、俺にのののから大きな声で今日はお見送りします。よかった、ののちゃんが潰れなくて危なかったよね、今日。優しくて健全なドスケベさん、バイバイ。かわいいなぁ、すげえ時間生きづらい。んドリームスター獲得、いっぱい獲得。ドリームスターが何なのかも俺はよく分かってないけど、飲酒力レベルも上がっていくと、いいね。2万、あ、高くね、ウォッカか、ウォッカが高えんだよな。そっか、ののちゃんに乗せられてしまった。あー、でも明日明後日デートしないのか、寂しく過ごすんだな、クリスマスを。俺もしばらく一人でしか過ごしてないな、クリスマス。メール、ミュー25日じゃん。大晦日直線、グッジョブ。これか。あれ、ののちゃんからメール来てね。大晦日の前にドロミークラブをご利用いただき、ありがとうございます。大晦日だね。掃除したいね。明けましておめでとうってののちゃんとデートしたいね。なんかそうそう、ショッピングとか見てみるか。まあののちゃんと出会うかもしれないね、ここ。もしかしたらね、専門店通り、そういうイベントがあるかもしれないな、普通に。え、何じゃこりゃ。スノーイヤリング、ギター、檻の角。檻の角、これつけたら檻の角つけてくる、作れるかな。あー、これだけか。え、ちょっと試しにスノーイヤリングとか買ってみようか。のーちゃん似合いそうじゃない、スノーイヤリング。よし、あげよう、これをのーちゃんに。3300円ぐらいなら買ってあげるよと。あ、やっぱそのショッピングした時はバイト行けないんだね。まあ、あと1回ぐらい行こうか。で、次の回は、明けましておめでとうございますから入るっていう感じで。
それでやってみようか。カメラデータぼやけまくってんなピンボケ感やばいな。ドリームクラブののちゃん、今年の締めに会いに来たよ。いらっしゃいませ。毎週来てる この男。さて今日は何をしようか。受付ちゃんこんばんは。今年はお世話になりました。また来年もよろしくね。はい、よろしくお願いします。よろしく。来年も当店はお客様をお待ちしています。どうぞ良いお年をお迎えください。受付ちゃんも良いお年を。指名しよっか。一緒に過ごす女の子を指名してください。あ、休みないだろさすがにな。まあのののちゃんね。ご指名はのののさん。ののちゃん嫉妬しちゃうから、他の男女の子を指名したら。女の子のコスチュームにご指定はありますか。もう一回サンタコスとかできたりするのかな。できないか。髪あ、これプレゼントしたらもしかしたらつけてくれるのかな、これ。まあいいや、とりあえず OK。かしこまりました。ののちゃんまた会いに来たよ、今日も。今日2回目だけどね。何者なんだ、しげは、ほんとに。ののだよ。いつもありがとう。いつもありがとう、ののちゃん、こちらこそ。俺もののちゃんのね、教えてほしいな、いろいろ。いろんなところを。ナノちゃんに任せるよ。ノノノが選んじゃっていいの。でもやっぱりノノちゃんはこの服装が好きだね、俺は。ありがとう。日本酒か、君も何か飲みなよ。ノノちゃん、飲み会っていうのはね、好きな飲み物を飲みなさい。好きな飲み物を飲みなさい。好きなものを飲んで、好きなもの、好きなこと喋って、ね、喋りたくないことはもう触れなくていいんだよ。それぐらい気楽なもんがいいんだよ、飲み会ってのはな。じゃあ乾杯しよう。ノノノ、最高の気分だよ。挽回。俺も飲もう。うん。ああ。ノノちゃんビールかいきなり。あ、ノノちゃんにね、今日プレゼント、あ、まで。酔ってから渡してよ。隣の人に挨拶、あ、待てよ。仲のいい子。隣の人に挨拶したらなんか嫉妬しそうじゃね。まあ、仲のいい子ちょっと聞いてみてえな。聞いたっけ、これ聞いたっけ。聞いてない気がする。仲のいい子。のーちゃんがお店の中で仲良くしてる子って誰なの。みんなののののによくしてくれてる。そんな八方美人みたいな答え。いつものののことを心配してくれてるし、いろいろ気を使ってくれてる。そうなんだ、愛されてるんだね。よかったじゃないか。うん、よかったよ。どうしたの。え、大輝は私のことを愛してくれるのか心配になったって。愛してるよ、ののの。あ、察し。それはもう仕方ないと思うけどな。あ、それで終わりかい、なんだ。ね、あ、いた。専門外通りで。いつのこと、確かにあそこにはよく行くけど。へえ、話しかけてよ、のののちゃん。偶然見かけたんだ。俺だったらそこで声かけてくれればよかったのに。そうも思ったんだけど、いい機会だから観察させてもらった。見られてたというわけか。貴様見ているな。そう、そうなんだ。俺おかしなことしてないよな。もしかしてナンパでもするのかと思って。でもナンパしたらのののちゃん嫉妬するでしょ。いや、そのつもりで出かけたんじゃないよ。あの時はたまたま買い物で。だと思った。だってナンパの素振りもなかったし、うん、まあね、別にまあ、のーちゃん、人類の男がナンパするために外に出るとは思わない方がいいよ。それどころか、その近くにトコトコ歩いてて精力も感じられなかった。一人の時ぐらいゆっくりさせてくれ。そう言うけど、今の時代普通に歩いてってる時はみんな大差ないと思うよ。だからそれじゃ困るから言ってるわ。でも確かに堂々と歩いてた方がなんか男として魅力的なのはわかる。ののちゃん、俺にどうしてほしいの。ユウに誰かで構わずナンパしろなんて言うつもりはないけど、うん、せめて一人でも好みの子を見つけてすっぽんのように食らいついて。だから食らいついてんだろお前には。あ、食べちまうぞならその相手ってのののちゃんでもいい。今、ののと俺の顔の距離1ミリだからね。
だって俺今気になる女の子って野村ちゃんだけだし。ののちゃんが好きなんだって。そんなこと言わないで、今度のののちゃんにナンパしてもいい？俺はちょっと気持ち悪いな。とにかくのののはダメなの。そういうことならナンパはなし。のののちゃんダメって言われてもな、好きって気持ちは抑えらんねえんだよ。覚えとけのののちゃん。え、理屈じゃねえんだ。のののちゃん自分が責められると意外と弱いのかも。いや、そういう女の子可愛いよな。ちょっとお酒飲んで一回 ETS 入ろうぜ。ちょっと時間があまりないからさ。のんちゃんもいっぱい飲もう。あー、ごくごくごく。うん、俺も飲もう。うん、うん、あー、うまい。やっぱウォッカ強いんだなって思うわ。あれも飲み物がないね。遠慮しないでもっと飲もうよ。ありがとう。のの、遠慮するな。サービスドリンク以外なら何でも飲みたいよ。じゃあちょっと頼んじゃおうかな。のんちゃんにはな、じゃあね、マグマだと死んじゃうから。そうだね。かけて、あ、まあ、ヘルとかもあるんだよな。ののちゃんは何が好きなんだろうね。熟成ウイスキー夢。あ、ごめんごめんごめん、ブランデリーやじゃん。はい、乾杯。はい、俺も飲むよ。でもなかった、さあ入れる。あー、うめ。のーちゃんもごくごく、俺も一気飲みするよ。わあ、おいしい。うー、からだよ。ののちゃんに任せる。好きなのを頼みちゃまで。おお、生ビールいいね。ののちゃん、俺の好みは分かっとるわ。やっぱのののだわ。あ、うめえ。待って待って、生ビール飲みたくなってきたな。ビール飲みたくなってきたな。ちょっと、あの、ちょっとののちゃん強くなってないかい。ちょっとののちゃん、そろそろ、うん、分かる分かる分かるけどね、分かるけどね。きたー。